どうぞ。ゆきや先生、本日もお願いいたします。はい、お願いします。はい、インスタグラムフォロワー様からのご質問です。はい。小顔矯正やコルギで顔の歪みを直したり小顔にすることはできますか？はい、はい、わかりました。まあ、前にもちょろっと動画で話したことあるんですけれど、まあ小顔矯正って、まあ、ありえないですよね。まあ、大抵小顔矯正の理屈って歌われているのは、まあ、頭蓋骨とか顔面骨は薄い骨の集まりでできてて、でそこまでは正しいんですよ。で骨と骨の間、縫合線っていうつなぎ目があって、そのつなぎ目は少し空間があって空いてて、そこに老廃物などが、あと余分な水分とかが溜まって、骨と骨の間の隙間が広がっていって、顔が大きく肥大していたりとか顔の歪みが生じているので、こうやって強く手で外力を加えることによって老廃物を押し出して、骨と骨の間の隙間を埋めて小顔にしましょうとか顔の歪みを直しましょうってずっと歌ってきたんですよ。小顔矯正とかコルギとかで、それって真っ赤な嘘なんですよ。そもそも骨と骨の間のつなぎ目の縫合線というのはあるんですけれど、それはもうカッチカチに固まってつながっていて隙間なんてないんです。だから顔面や頭蓋骨をギュギュ押しても変わんないですよ。はい、どんだけグリ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 手の力で押しても小顔になったり顔の歪みが治ったりっていうのは絶対にありえないんです。でそれはもう僕以外のどの医者が言ってもそうです。で本当に小顔矯正によって骨格の歪みが治ったりとか骨格が小さくなるっていうことがあるんだったら、レントゲン撮ったりとか CT 撮って計測すれば本当に小さくなるんだったら小さくなるはずなんですけれど、まあ小顔矯正やる 人たちって、まあ整体師っていう人が多いんですけれど、その整体師の人たちは絶対術前術後をレントゲン撮ったり CT 撮ったりして計測って絶対しないですね。なんかやるか、やるとしたら石膏で顔を固めて、それでそこの部分の計測したりとか、あとこの皮膚の表面で計測したりとか、その程度ですわ。でもそれって小顔矯正とかその、まあ、俗に言うリンパマッサージをすることによって顔面の水分を移動させて一時的に小顔にするってことはできるので、骨を計測するんじゃなくて皮膚の表面から計測したらそれはね小顔になるんですよ。でもただそれはリンパの流れを良くして一時的に水分を外顔面の外に移動させただけなんで、まあ半日から数日でほとんど戻るんで、まあ小顔にするリンパマッサージっていうのもあんまり意味がないんですわ。はい、なので小顔矯正で顔が小さくなるってことはないです。たださっき言ったように骨は小さくはならないけど、マッサージすることによって水分を顔面の外側に押し出して一時的に小顔にするっていう効果はありますけど、それはもう数時間とか半日ぐらいの効果しか続かないです。一日寝ればもう元に戻ります。水平になって寝ればまた水分が顔面の方に移動していくのですぐに効果はなくなります。なので小顔矯正して本当に小顔になったっていう人っているんですよ。ただそれは一時的なものであって骨格が小さくなったわけではないです。水分が外側に移動しただけなんですね。なので小顔矯正ってほとんどインチキなんで、まあほとんどっていうかもう水分を移動させるっていうこと自体以外は全部インチキなんです。骨格は絶対に変わらないんです。なのでずっと僕ねそうやって啓蒙活動をしてきたんですよ。小顔矯正効果がないって。で有識者としていろんな組織から意見を求められたりとかして、その都度絶対に骨格は変わらないと、水分が一時的に移動しただけだと。で小顔矯正のホームページとか宣伝とか見ると老廃物を排出して
骨格を直すって書いてあるけど、これはインチキだと詐欺だって言い続けて、それの効果もあって最近はね、かなり消費者庁からのお達しなのか、県とか行政がかなり指導するようになってきました。なので最近小顔矯正のサロンのホームページとか見ても、昔書いてあったあの骨と骨の隙間を動かすとか、老廃物を排出して骨格を小さくする、骨格の歪みをあの直すっていうのは、まあ、ほとんど書かれなくなりました。はい、その効果もあってか。だけど未だにそういうことを書いてる小顔矯正のサロンとかもあって、そういうのが見つかると結構そこの県の役所から行政指導っていうのが入って、それがあのテレビとかネットのニュースになったりっていうのがだいぶ最近は多くなってきました。なので骨格を変えるとか、顔の骨格の歪みを直す、骨格を小さくするって歌ってるのはもうだいぶなくなりました。はい、でもそれでも小顔矯正ってなんか流行ってるし、小顔矯正に通う、男女っているんですよね。でも僕ね、それ小顔矯正に通ってギュギュ教えもらって高いお金払うのって全く意味ないと思うんですよね。でマッサージして水分移動させて小顔するんだったら、小顔ローラーとか美顔器のウィンコロコロっていうのでマッサージすればいいだけだし、自分の手でもこうやってできるし。でも小顔矯正に通う人っていまだに骨格が変わるって思って通ってる人が多いんですよ。だって水分が一時的に移動するだけだよって知ってしまったら通わなくなるんですよ。そんなの意味ないっていうのわかるから。でもね、小顔矯正を好んでね通う人っていまだにいるんですよね。なんでかっていうと、まあそれはまあ騙されてるだけなんですよ。愚かなんですよ。本当に言葉悪いんですけど。なんでかっていうとね、まあ結構ね、モデルとかアイドルとか小顔矯正に通って、それを SNS で小顔矯正の何々サロンに通ってこんなに小顔になりましたってビフォーアフターをね、まあ、インスタとかツイッターとかブログとかに出して、それを見たファンの人たちが、あ、何々ちゃんこんなに小顔になったんだ、じゃあ私も通おうって言って、そういう現象、悪循環が生じてるんですよね。ただそれってね、ほぼ 100% インフルエンサーですよね。インフルエンサーっていうのは、そのほとんどが謝礼でお金をもらったりとか、あるいは無料で施術してもらうことによって、その代償として自分の SNS でそのサロンを紹介しますよ、宣伝しますよっていう契約なんですよね。なのでそのモデルとかアイドルは一時的に水分が移動して本当に小顔になったかもわかんないんですけど、それであと写真を撮る条件とか変えてね、まあ、角度とかあと拡大率とか表情とかによっても全然人間の顔をね静止画で変えるってこと簡単ですんで、それで SNS にアップすると、まあ、そのフォロワーたちが見て私も行こうって、そういう悪循環が生じてるんですね。でそのモデルたちは本当に小顔矯正効果があるって信じ込んじゃってる人が多いですね。でもそのモデルとかアイドルたちはお金自分払ってない人がほとんどなんですよ。むしろお金もらって宣伝してるっていう人が多いんで、小顔矯正の効果がなくても別にクレーム言わないしトラブルにならないんですよね。でもあのインスタとかツイッター見て客として行ったファンの人たちは効果感じられずクレーム言って、消費者庁とか県とかから指導が下ったりとかね、そういうことが起きてる状態なんですね。なのでそのインフルエンサーをやってるねモデルとかアイドルとかそういう芸能人たちも罪だと思いますね。はい、そうなんです。でどうしてこんなにね小顔矯正ってねもう半分詐欺なのに
未だにこんなに日本でこう広くやられてて大勢の人が行ってるかっていうとね、有名な言葉があって、嘘を100回言えば真実になるっていう言葉があるんですよ。知ってます？知らない？あ、知ってる。それはね、ナチスドイツの宣伝省の、ヨーゼフ・ゲッペルスっていう人が発した言葉だって言われてるんですけど、いまだにその言葉をね、政治家とか信じて、それを信念にしてね、政治活動してる人とか会社の経営者とかたくさんいるんだけど、まあ嘘を100回言い続ければね、真実になっちゃうんですよ、この世の中は。詐欺であっても詐欺をずっと続けると詐欺じゃなくなっちゃうんですよね。で、同じくそのナチスのアドルフ・ヒトラーはいろんな格言や名言を残してて、まあ、有名なものに大衆の多くは無知で愚かであるっていう言葉ありますよね。まあ、まさにそれなんですよ。大衆はね、みんなね、無知で愚かでね、騙されちゃうんですよ。で、本当に頭のいい人は小顔矯正とかインチキっぽいものがあったら、本当にそれは効果があるのかっていうことを疑問に思って理屈で考えてエビデンスを追求したりとか、するし、 CT とかレントゲン検査で検証されたデータはあるのかって疑いにかかるんですけれど、それ一部のインテリしかそういう行動を起こさなくて、まあ世の中の人間のね、8割ぐらいの人はそういう検証とかエビデンスとかを何も考えずに、みんながやってるからこれは正しいんだとか、芸能人の何々ちゃんやモデルの何々ちゃんがいいって言ってるからこれはきっといいんだって短絡的に物事を考えてしまうんで、まあ世の中の8割ぐらいの人はね、それで騙されて本当に効果があるってね、思い続けちゃうんですよ。あとはね、プラセボ効果っていうのもありますよね。プラセボ効果っていうのは本当は何にも効果がないもの、薬とか治療とかそういうものでも効果があるって前向きにプラス思考で考えると本当に効果が現れた感じになるっていうものなんですよ。例えば睡眠薬を常用している人に、これ睡眠薬だよって言って、ただの砂糖の塊を渡してね、ありがとうって飲んで、そうするとね、次の日ね、あ、睡眠薬もらったからよく眠れましたわっていう患者さんとかいるんですよ。睡眠薬依存症の人とかによくそういう治療するんですけど、あるいはなんですか、パワーストーンとか、パワーストーンだよって、これ5万円で売ってあげるよって、これ持ってればね、いいこと起きるよって洗脳すると本当にいいことが起きた感じになるんですよね。それはパワーストーンのおかげじゃなくて、パワーストーン持ってなくても同じことが起きたんだけれど、何かいいことがあるとパワーストーンのおかげだってね、思い込むことがあって、まあ、それをプラセボ効果っていうんだけれど、だから小顔矯正も本当に効果があるって信じてる人だと、全然骨格が変わってなくてもちっちゃくなった気になっちゃって騙されちゃってる人っているんですよ。その人たちは自分が騙されてること気づいてないんだけど、本当に小顔になったってなってないのに小顔効果を実感しちゃう人っているんですよね。まあそういったプラセボ効果とか、あれですよ、インフルエンサーの効果とかによって多くの人たちが騙されて、いまだに小顔矯正コルギっていうのは信じられてて多くの人が通ってるっていう現状なんです。はい、まあそんなところでしょう。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。